めっちゃ似てます。顔気はしく腹痛の時の顔が市原隼人にめっちゃ似てる。どんな顔するん？どんな顔するかちょっとやってみて。わからん、こんな。いやでもそんなんで似てるもん。あー見える見える。え？お願いします。どこが？え、もしかして痩せたら市原隼人ですか？スーパーちょっと市原隼人の真似してもっかい。いやもうしてるよ。ちゃんと照れすぎやろ。いやもうしてるよって。何うっせえバカしか知らんねんけど。やってやって。確かに他に何言う？集中は集中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 って言わない。集中集中。それウォータンボールじゃん。どこが似たの？何や？え、市原隼人の喋り方。喋り方？うん、分からん。顔？顔？どこが似たのって言われた。どこが、どの辺が似た？一番恥ずかしい。違う、ちゃんとカメラを見てる人にこう。スーパーが。え？何か？何？やめてもう地獄や。何？だから今から市原隼人の声真似をしますと。声真似なの？顔もちょっと偽にかかってるよっていう。ああ、そうやね。いや、そもそも多分この人は市原隼人を知らない。知ってる、いや知ってる知ってる知ってるよ。市原隼人はわかる。ちょっと大丈夫。大丈夫。あなたを映したいわ。わかるわかるわかる。ちなみに地獄屋とか言ってるけど自分で言い出したからな。似てる似てる。マジでマジでマジで。ちょ、自分で言い出してカメラが回ると思ってなかったやつ。地獄屋。この前の動画だってそれにテロップ入れていいんかどうかがめっちゃ多いので、いやこれ入れたらな申し訳ないなと思って、備え置きしてしまうなと思ってそのまま流したからね。え、何、マスクしとったらってこと？いや、あの、言うて声だけですか、喋り方。あ、え、でもマスクしとったらなんかいろんな人に似てるから。モノマネ、ね、誰だっけ、この前のあの徳井さん、徳井さんの目元、徳井よしみさん。昔マイケル富岡って言われました。誰？誰マイケル富岡？なんでそこでわかるん？マイケル富岡知らんせない。誰マイケル富岡？すごいな。チャラいチャラいってやね。知らんねや。ハーフっぽいよね。日本版ジローラム。ああ、うん、ハーフっぽい。ああ、この人マイケル富岡って言う。うん、でも一番似てるって言われてたの、せいだ。マサト。あ、似てるわ。似てる似てる。痩せてた時やけど。マサト？マサト、あの、何やった？ボクシング。ボクシング。似てる。で、なんか それでめっちゃ調子乗って、いや、ほくろの位置まで一緒やねんとか言い出して。ほら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 似てる。誰誰誰。え、マイケルマイケル。ちょっと痩せてみてくださいよ。似てる。ちょっとちょっと痩せてみて。ちょっと痩せます。痩せてみて。ちょっと2キロ痩せみたいわ、まさか。2キロはちょっとすぎる。今何キロ？今何キロ？今111ぐらい。え、いいやん、いいやん、いちいち大当たりやん。そうなんや。でも去年から9キロ痩せました。おお、分からへんな。9キロ痩せて久しぶりに友達に会ったお前マジ太ったんじゃん。何も言ってないよ。分からへんのや。私は何も言ってないよ。ブーやって、はい。うん、何やろ、今日は黄色を着てるからかもしれない。うまい、黄色や。黄色着やろ。